樹液垂れてる？なんか黒いの。あれは黒いの何？これ？うん。こんにちは、なぎさです。さらです。今回は千葉県に遊びに来ました。イエーイ。何の虫が取れるでしょうか。カブクは取りたいね。うん。取りましょう。うん。周りは森です。バッタならいっぱいいる。ほら。バッタはいっぱいいたけど、狙いは？なんだっけ？なんだっけ？違うじゃん。なんかいたじゃん。ミヤマ？ミヤマ取りたいね。いるかな？ね、じゃあ。ここにはね、オオクワガタもスネクワガタも、この地域にはいるから、うん、もしいたら取りたいです。取りましょう。ゴー！おっとっと。ゴー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 ！こっちにカエルもいるんだけど、ほら見て、ここにカエルがいる。ほら手でいける、手で。ここ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 、ほらほら飛んでる。ちっちゃいの、ちっちゃい、かわいいね。ちっちゃい。これ何ガエルかな。どこいる。あれいなくなっちゃった。あ、いたいたいた。いなくなっちゃった。あ、いたいたいた。見せてください、そらさん。ティリー。あ、優しくね、優しくね。これアマガエルですか。こっちはカジガエル。多分何ガエル？カジガエル。へぇー。こっちはカジ。こっちが甘？こっちは甘。ちっちゃいね、まだ。まだちっちゃい個体。かわいい、はい。カエルは逃がしてくださーい。で、カマキリ取ったの？カマキリ取ったの？見たい。あれ？カマキリどこ？なんかいっぱいいるね。あれ？カマキリどこだ？これはヒグラシの器ですな。あ、いた。ほら、これ、これ。ここにいる。あー、いっぱい取ってるもん。最高のデザートは。ブルーベリーです。まだこの時間には、うっ、なに、なに、足に何かが巻きついた怖い。葉っぱ、つる、蛇かな。違う。なんで何も、なんで何も言わないんだよ。すごいカエル、このカエルでかい。まだこの時間には何もいないんですかね。ユーチュール、おお、でっかいカエル。でも、でかいね。カエルはいるけど、ミヤマとかもやっぱウロにいるの、ナギ。木のウロ？クワガタは。何このトンボ？すごい細長い。細長いトンボいたね。取ったの今ので。取れた？逃げた？あ、逃げたっぽい。逃げた気がする。この時間帯でもさ、木のウロとか見たらさ、あ、なんか飛んだと思った。セミか。いるかな、やっぱり。あ、いた。やだ、びっくりしちゃった。カマキリ。ほら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 、茶色いカマキリがいる。びっくり。クワガタ探そうと思って見たら、うん、わー、おっきいね。おっきいね。なんかちょっと白っぽい茶色だね。虫はいっぱいいるね。また夜リベンジしよっか、ミヤマは、うん、夜と朝に。うわー、足の上真っ黒。はい、夜の7時半になりました。森は真っ暗ですね。あ、ライトつけるとカメラにちょっと映らないんでね。まだやめてくださいね。じゃあヘッドライトも装着して、今から森へ侵入します。準備はいいですか。あー、ミヤマ撮るぞー。ゴー。何か見つかりますか。ちょっと真っ暗で何も見えないね。そら、いるかな。こういうなんか木のとことかさ、葉っぱの上にもたまにいる。ライトで木のところ見てみたら全然いないよ、うん、
いない。あ、そのライト結構明るいですね、そらさん。どうですか？角度変更できる。角度変更できる。おお、すごい。ちょっと上の方照らしてみてよ。怖いね、なんか。全然怖くないよ。ほんと？強いな。たくましいですね、そらさん。いそうですか？なんで怖いんだ？ママに当てて。わあ、眩しい。うん。なんかあった。なんかあった。なんかいそう、ここ入った。入れる。あ、入れる。入れる。そこは入れません。あ、クワガタいた。本当？飛んでた。飛んでた。ミヤマ？ミヤマじゃないんじゃないかな。ミヤマそんな簡単には見つからないでしょ、だって。うん、あ、樹液垂れてるね。樹液垂れてる？なんか黒いの。あれは黒いの何？これ？うん。あれ、もう樹液が。あれ？うん。影だよ。あかんか。うん。木は？あ、何これ。なんか虫飛んでますね。ガガネ。ガガネ。あ、転んだ。大丈夫？そら大丈夫か？うん。なんかいそう？ちょっと奥進むのさすがにナギでもどう？耳になんか入った。耳に。なんかいた？うわっ！何？なんかいた？何虫かわかんない。何もいない？何虫かわかんない。あ、何虫かわかんないって言ったの。うわ、虫がすごい。毛虫いたからね。ちょっとね、そうだね、毛虫がいたからちょっと入れない。下ボーボーすぎて毛虫がどこにいるかわかんない。スズメバチが怖い。ちょっと朝出直すかなぎ。うん、朝5時ぐらい、5時、6時ぐらい？うん。ありの巣だった。ありの巣だった。朝6時ぐらいだったらいる？周りちょっと探してみようか。朝早起きしてちょっと。空も朝早起きできる？うん。早起きしてこっか。何いたの？カニがいた。カニか。カニいる？カニいる。あ、本当だ。あー、カニ。カニ。本当だ。何ガニ？これはサワガニかな。サワガニはちっちゃい、こんなぐらいの大きさのやつ？でかい、結構。おお、うん、カニ。カニはでも逃がしてあげない。うん、だね。あ、ここにもちっちゃいカニいる。本当だ、ちっちゃいカニいる。そこはすごいね。ここ、あ、そら落ちる。落ちる落ちる。ここにいる。ここにほらほらほら。動いてる動いてる。何？うわー、ほら。ね、カニさんいたね。カニ、昼は全く何もいなかったんだよね。ね、見えなかったよね。え、カニって夜行性？うん、夜行性のもいるから。夜にも、今回よく出るじゃん、カニとか。そうなの。昼間、川遊びとかしてるといるけどね。うん。石の裏とかにいるよね、昼間は。うん。暗くなってから。OK。カニはじゃあ逃がしてね。朝でーす。朝の9時。でね、昨日の夜、怖くて行け、真っ暗で、怖くて行けなかったところを行きたいと思います。行ってみよう。くぬぎとかこならでしょ？どこにあるんだろう？なんか全部杉の木っぽいね、こっち。うん、え？杉の木ばっかな。こっから下行くの？下行くのかな？上？あれ？このくぬぎあるよ。どれ？大きなクヌギ、2本。どれ？あ、あれ3本、ほら。奥？奥。奥3本、どうやって行くんだろう、あれは。降りてくるぞ。ここ降りるの？行ける？結構持ってくれるの？ありがとう。あんまパシャパシャするとママが通れなくなっちゃう。ナギ、変な虫出てきたら。毛虫とか気をつけてね。あ、一応階段あるんだね、ここ。
どれがクヌギなんだかちょっと分かってない。こういうシュッシュッって。あ、樹液出てるじゃん。なんかさ、葉っぱがとんがってるじゃん。葉っぱがとんがってる。葉っぱがとんがってるやつね。アマガエルだね、これ。アマガエルがいる。あ、割れねえよ。長靴じゃ割れないんじゃない。シャベルは、シャベル、シャベル割れ、割れるっていうか、もうそれ割れんか。それは口切ってやつ。そう、もうちょっと柔らかいようになって割れる。あと3回繰り返せば大丈夫。あと蜂だけ気をつけて、蜂だけ。今度はね、お願い。あ、こっちには行けないんだ、下には。それかルート変えてみようか、ちょっと、うん、あ、じゃあ一回上から行こう。なんか、あ、これクヌギ？雪出てる。あ、ほんと？あ、カブトの死体。カブトの死体か。あー、ほんとだ。樹液出てるね。ここら辺とか、ここら辺とかの隙間とかにいないのかな。たまにね、樹液に出てるけど。大きいね。大きい木だ。すごい、なんか飛んでる。いない。いない。よし、それもクヌギだね。樹液が出てない。樹液が出てない。樹液が出てないからいいかな。ウロとかは。ウロがない。これはスギだね。こっちはスギ。マツ？あ、マツかな。かゆくなってきた、体中が。カエルしか見つけてません。重い、重い。頑張ろう。今回はなんと取れませんでした。何も見つけられず、がーん。せっかくはるばる来たんだけどね、残念。なんか思ってたほどあれだね、クヌギの木が少なかったっていうのが敗因ですかね。うん、ね、残念だったね。あとね、うん、前ね、カブトムシいっぱい取られちゃった。ね、カブトムシ取りイベントがあったみたいなんですよね、先週。うん、それを知らなかった。残念。ママのリサーチミスです。またリベンジしましょう。カブトムシ取り旅行、うん、今回でも2泊じゃないや、1泊2日の千葉県はどうでしたか。楽しかった。楽しかったね。また来ようね。最後まで見てくれてありがとう。最後はむしむしじゃんけんでお別れをしましょう。むしむしじゃんけん、じゃんけんぽん。え、虫じゃないじゃんそれ。眠たいんですか、まだ。はい、パーを出しました。チャンネル登録よろしくね。